こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は井の頭公園が舞台となった、未解決のバラバラ殺人事件だ。井の頭公園って、開園から100年以上の歴史がある、風光明媚な公園よね。桜の名所としても知られている、都民の憩いの場だわ。そんな場所でバラバラ殺人が起きたの？ギャップがすごいよな。それだけじゃないぞ。この事件は、普通のバラバラ殺人事件とは異なる点がいくつもあるんだ。バラバラ殺人というだけで、十分異常だと思うんだけど。まず、遺体がきっちりと、同じサイズのブロックに分けられていたんだ。まるで定規で測ったかのようにな。さらに、専門的な設備がないと不可能なやり方で、完全に血抜き処理までされていた。このように、バラバラにされた遺体の奇妙で特異な様子の他にも、この事件には多くの謎が残されている。発見されなかった遺体のある部分、人違いの可能性、亡国の工作員の影、などなど。今回はそれらの謎を一つ一つ見ていくぜ。今回も闇が深そうだわ。それではゆっくりしていってね。事件が発覚したのは、偶然とも必然とも言える状況だったんだ。事件発覚当日、公園で清掃の仕事をしていた当時59歳の女性が、ゴミ箱から回収するゴミ袋を集積する場所で、半透明のビニール袋に入れられた、奇妙な物体を発見した。その物体は薄ピンク色で、一見すると、魚の切り身か豚肉のように見えたため、女性はそれを持って帰って、餌付けしている猫とカラスの餌にしてやろうと考えた。女性がそのビニール袋を開けてみると、中に入っていたのはなんと、切断された人間の足首だったんだぜ。ひえー、それはびっくりだわ。それじゃあ、この女性が中身を確かめようとしなかったら、遺体は発見されていない可能性もあったのね。その可能性はあるな。驚いた清掃員たちはすぐに警察に通報し、駆けつけた警察が公園内のゴミ箱や、ゴミ集積所を調べた。その結果、公園内の合計7箇所のゴミ箱から、バラバラに解体された遺体の入った、27もの半透明の袋が発見されたんだ。こうしてこの事件は発覚したんだぜ。27の袋に分けて？それでいて全て同じ公園のゴミ箱に？遺体を隠したかったのなら、もっと見つかりにくい場所はあったはずよね。7箇所のゴミ箱に分散させたとして、一つ見つかれば、全部調べられるでしょうし。管理の行き届いた、公営の公園だからな。確かにリスキーだと思うぜ。この事件は、その猟奇的な犯行内容から、世間の注目を大いに集めた。そのため数々の目撃証言が集まったんだが、それがむしろ捜査を混乱させることにもなったんだ。さらに、事件発覚から3日後の1994年4月26日には、中華航空140便墜落事故が発生し、世間の注目はそちらへと移っていった。そして1995年3月20日に、あの地下鉄サリン事件が発生し、バラバラ事件の捜査に当たっていた警視庁捜査一課の捜査員たちが、サリン事件に振り向けられることが決定し、捜査本部は解散となったんだ。そのため所轄である三鷹署が、単独で捜査を継続することになったんだぜ。大きな事故や歴史的な大事件が、立て続けに起きた時期だったのね。その影響もあってか、捜査は迷宮入りした。ほとんど進展のないまま2009年4月23日に公訴時効が成立し、未解決事件になったんだ。公訴時効というのは、犯行後一定期間を過ぎると、検察が起訴できなくなるっていう制度ね。その後、2010年4月27日に、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が施行されたことで、殺人罪などの公訴時効が廃止され、凶悪な重大犯罪未解決事件は時効が撤廃されたんだ。つまり、どれだけ時間が経過しても、犯人が生存していれば、処罰できるようになったのよね。じゃあ、この事件もそうなの？残念ながら、この事件は、この法律の施行前に起きたため、適用されなかったんだ。つまり、迷宮入りしてしまったんだぜ。事件から3日後、バラバラ遺体として見つかった被害者は、
井の頭公園の近くに住む、一級建築士の河村誠一さんだと分かった。彼は事件発覚の前日、4月22日に妻により捜索願いが出されていたんだ。バラバラにされていたけど身元は分かったのね。だが、身元を特定するのは一筋縄ではいかなかったんだぜ。どうして？ゴミ箱から発見された遺体には、手足の部分も含まれていたんだ。だが、それらの指紋や掌紋は意図的にハサミで削り取られていたんだ。それだけじゃない。頭部や胴体が発見されなかったためだぜ。事件発覚から3日後、わずかに残っていた指紋の一部の照合や、DNA 鑑定により、河村さんであると断定されたんだ。人相や、歯型や治療歴からの特定ができなかったのね。死因はわかっているの？死因は不明なんだ。恥骨の筋肉繊維に、わずかな生前出血の跡があったことぐらいしかわかっていない。解剖によって死因を特定するためには、頭部と内臓を丹念に調べる必要があるんだ。だが被害者の、頭部と胴体は見つかっていないからな。なるほど。身元の判明につながる、頭部と胴体はゴミ箱に遺棄せず、指紋などの手がかりを消した残りの遺体はあえてゴミ箱に遺棄した。発見された以外の遺体は、事件が発覚する前日の22日に公園のゴミ箱に捨てられ、ゴミ収集車に運ばれて処分されたという説もある。だが、これだけ入念に死体を損壊している犯人が、そんなことをするかは、やや疑問が残るぜ。用意周到な感じがするものね。これが犯人の意図的な行動だとしたら、遺体は発見されてほしいけど、すぐに身元が判明されては困る。つまり、自分の犯行を誇示したい快楽殺人か。わかる人にはわかるような、見せしめのための殺人とも考えられるわ。遺体には他にも奇妙な点があった。見つかった身体部分は、血抜きをされた状態で、しかもすべて長さ22センチ。太さは20センチ以下という均等な長さに切り揃えられていたんだぜ。え？血抜き？しかも均等な長さ？ハテナだらけだわ。このサイズは、何を意味しているかわかるか？当時、井の頭公園に設置されていたゴミ箱は、ポスト型と呼ばれる形状で、縦20センチ横30センチの投入口からゴミを投入するようになっていたんだ。つまりゴミ箱の投入口に合わせて遺体を切断したってこと？これまでに発生したバラバラ殺人事件の例では、解体された遺体は、ほとんどの場合関節に沿って切断されている。しかしこの事件では、遺体は関節や臓器などを無視して、長さや太さをぴったり合わせて切断されていた。遺体の切断には、電動ノコギリではなく通常のノコギリが使用されたことも判明していて、切断の方法は少なくとも3つのパターンがあったことも判明している。そのため犯人は、複数人の可能性が高いとされている。これ、ハンターハンターの話？念能力使ったんじゃない？あまりにも異常だわ。目的が何であれ、遺体を全く同じ大きさに測量して切断するという行為は、あまりに猟奇的で異常性を感じるよな。だから、性的な異常者の犯行説や、カルト的な新興宗教団体の犯行説などが浮上することとなったんだぜ。切断の仕方も異常だけど、血抜きってどういうこと？発見された遺体からは、ほぼ完全に血液が抜き取られていたそうだ。これは、腐敗を遅らせたり、目立たないようにして、発見を遅らせる意図で行われたと考えられている。確かに匂いがしたり、血が滴っていたりしたら、すぐ見つかるわよね。人体から完全に血液を抜き去るためには、大量の水が必要となり、一般的な給排水設備では困難だと考えられる。つまりこの犯行は、何らかの専門的な設備を持つ施設で行われた可能性が高いと推測されるんだ。さらに、血抜きには専門的な医学知識も必要になることなども考え合わせると、何らかの組織による犯行なのではないか、という見方が有力になったんだぜ。恐ろしいことに、家畜の精肉工場のイメージが浮かんだんだけど、そういうところとか、医療設備があるところとか、絶対素人じゃないわよね。そういう施設に複数人で、しかも成人男性サイズのものを持ち込んでも不自然ではないってことだぜ。自分たちが、所有している施設を使ったのかもしれないよな。秘密研究所みたいなところだったりして、ますます怖くなってきたわ。被害者の遺体は、24個の袋に分けて梱包されていたんだが、それぞれの重さはほぼ均一で、一袋の重さは約 800g ほどだったと見られている。注目すべきは、その袋が全て特殊な方法で梱包されていたということだ。どんな方法？切断された遺体の両端から、網状の水切り袋をかぶせ、
その上に東京都推奨の半透明の炭酸カルシウム混入ゴミ袋で二重に包むというものだ。この梱包方法自体が漁師の使う特殊な方法だったという説と、袋の結び目が漁師の使う団子状に厳重に縛る特殊な結び方だったという二つの説があるようだ。二重にするのは匂いが漏れづらいようにするためでしょうね。結び目は簡単にほどけないように厳重に縛られていたのね。遺体が発見される可能性を下げるために行ったと考えるのが自然よね。そうなると見せしめのためというわけじゃなさそうだけど、でもそれならそもそもこんな管理の行き届いた公園のゴミ箱じゃなくて、人気のない山中にでも行きすれば良さそうなものだけど、犯人はどうしてこんな手間のかかる方法を取ったんだろうな。被害者は何か恨みを買うような人物だったの？あまりにも残忍なやり方で遺体を遺棄されているじゃない。被害者の川村誠一さんは周囲からの評判がとても良かった。宗教的な背景も出てこない。身辺にトラブルと言えることは全くなく、殺害される要因は一切見つからなかったんだぜ。川村さんは遺体発見の前日、22日の午前0時過ぎに知人と別れている。同時刻頃、彼によく似た男性が被害者宅の最寄り駅であり、事件の現場近くの JR 吉祥寺駅のデパート脇で、二人の若い男に殴られていた、という証言がある。さらに、被害者の遺体が発見された当日の23日午前4時頃には、公園内をポリ袋を持って歩く、不審な二人組の男が目撃されているんだ。二人組の男はどちらも30代と見られる。その二人組の男、怪しすぎる。被害者の人柄からすると、恨みやトラブルによる殺害というわけではなさそうだわ。その他の目撃証言としては、川村さんが失踪したと思われる22日の未明に、人と車が衝突するようなドーンという大きな衝撃音が聞こえたという証言が、川村さんの自宅付近のマンション住民数人から出ているぜ。川村さんは帰宅途中に交通事故に遭って、その証拠隠滅のために、遺体を解体されて公園に遺棄されたのかもしれないわ。いずれにせよ1日で、遺体にこの独特なバラバラ工作を行ったわけね。事件が起きたと見られる日、川村さんは、元同僚が開いた自身の昇進祝いとして、仕事帰りに高田馬場に立ち寄って飲んだ後、高田馬場から山手線に乗って新宿まで移動し、そこで元同僚らと別れている。さっき言っていた知人というのは、元同僚だったのね。この直後に、事件に巻き込まれた可能性が高いのよね。実は、この行動には、ややおかしな点があるんだ。彼の自宅は、吉祥寺駅から歩いて10分ほどのところにある。普段の通勤では地下鉄東西線を使っていたそうだから。高田の馬場からなら地下鉄東西線を使えば、吉祥寺まで1本で帰宅できる。にもかかわらず、事件当日、川村さんは、山手線に乗り新宿駅まで移動しているんだ。元同僚たちと別れたのが、もう深夜よね。酔っ払って間違っちゃったとか？それか酔いを覚ますために、わざわざ違うルートを通ったとか。一体なぜ、わざわざそんなことをしたのかしら。川村さんの妻は、事件後に警察から、ご主人が仕事帰りに寄り道をすることはありましたか？といったことを聞かれたそうだ。警察から聞かされた話によれば、川村さんは同僚に職場から車で送ってもらった時に、何度か途中で下車したことがあったのだそうだ。この事実を妻は全く知らなかったそうだ。事件前に限った行動ではなかったのね。奥さんも知らない、何か裏の顔があったかもしれない、というわけか。これも、あくまで可能性の話だがな。バラバラ殺人が起きた場合、そのほとんどは、身近な人物による犯行だという統計がある。犯人と被害者に面識がある、というケースが、8割を超えているそうだ。もっともこれは、犯人が判明した解決した事件に限った話ではあるがな。殺人を隠したり、発見を遅らせるためには、遺体の身元をわからなくする必要に迫られる。そのため遺体をバラバラにすることがあるんだ。遺体をなるべく自分から遠くに目立たないように遺棄したいというのもあるわよね。事件性のある遺体が見つかった場合、まずは身内や、近しい関係の人から調べられるからな。このセオリーにのっとって、警察は川村さんの妻も捜査の対象となった。もちろんその結果は白だったぜ。遺体を均等に細かく切断して、指紋を削り取って、血抜きまでして、それを一日足らずでやってのけるわけだから、衝動的な犯行ではないでしょうし、まず素人ではないわよね。裏を返せば、解決していない。
犯人が判明していないバラバラ殺人事件が一定数あるわけだが、身近な人物の場当たり的な犯行ではなく、プロによる完璧な犯行だということも、できるんじゃないか？そもそも、遺体の発見すらされていないバラバラ殺人事件も、実はたくさんあるかもしれないわね。話は少し変わるけど、この事件から約10年後の2005年に、耐震偽装問題が明るみになったのを覚えているか？建物の耐震強度を大幅に偽装していた問題よね。建物を建てる場合、設計の段階で、国土交通大臣認定構造計算ソフトウェアの計算結果から、ビルの構造が震度に耐えられるかどうかを判断する。しかしこの事件で逮捕された一級建築士は、この計算結果の偽装を繰り返していたわけだ。その結果、マンション20棟、ホテル1棟の偽装が発覚したんだぜ。きちんと耐震基準を満たして、安全だと思って住んでいたマンションが、倒壊する恐れがあると分かって、大きな衝撃を与えたわよね。連日報道されていたのを覚えているわ。一級建築士である川村さんも、この事件に関わったとされる。建設会社に関連する仕事も、請け負っていたようだ。そのため、川村さんは耐震偽装問題に巻き込まれ、隠蔽のために殺害されたのではないか？とする説も浮上しているぜ。事実、当時の捜査本部はこうした側面からも事件を追及していて、いくつかの関連企業への捜査を行っていたとの情報が明らかにされているんだ。なるほど。そんな可能性もあるのね。結局、犯人の手がかりがつかめないまま、この事件は公訴時効を迎えてしまい、迷宮入りをしてしまった。だが、その時効から6年後に、衝撃的な新証言が飛び出したんだ。この証言をしたのは、被害者の川村誠一さんと、容姿が売り二つだったという、ある元露天商だぜ。彼は、容姿や背格好だけでなく、年齢もほぼ一緒で、生活圏も近いという、凄まじい偶然が重なっているんだ。それだけそっくりだってことは、川村さんはこの人物と勘違いされて、人違いで殺害された可能性があるってことね。元露天商の男性は、その界隈の露天商の元締めのような立場にあり、縄張りで無断で商売をし始めた外国人露天商グループといさかいになっていたそうだ。それで彼は、暴力団関係者の力を借りて、外国人露天商グループを排除する計画を、隠密裏に進めていたんだが、その計画が実行直前に外国人グループに露見してしまった。その結果、彼は報復として逆に命を狙われることになったんだ。そのせいで、彼は都内のビジネスホテルを転々としながら、身を隠す生活を送っていたそうだ。彼がどこへ行こうと、外国人グループからの監視を受けるようになった。例えば、東北の祭事場で店を開いた時に監視されたかと思えば、翌日、九州の縁日で店を広げるなり、おかしな外国人たちが自分を監視している、といった具合だ。全国的なネットワークがあるのね。かなり大規模な組織に狙われていたわけね。元露天商の男性は、いよいよ逃げ切れない、これはもうダメかもしれないと。諦めかけていた時、潜伏先のホテルで見ていたワイドショー番組で、井の頭公園バラバラ殺人事件のことを知ったんだ。テレビで見た被害者が、自分にそっくりだった、と。実は事件前から、彼は川村さんの知人に、何度も声をかけられたことがあったんだ。自分が川村さんとは別人であることを告げた後も、こんなにそっくりな人がいるなんて、と驚かれたことがあるそうだ。そんなこともあって、この男性は、川村さんが人違いで、自分の身代わりとして殺害されたことを確信したそうだぜ。また怖いことを思いついたんだけど、自分とそっくりなドッペルゲンガーを3人見かけたら、死ぬっていう都市伝説あるじゃない？もしかしたら川村さんは、どこかでこの元露天商の男性を見かけたことがあって、彼が3人目に出会った、自分のそっくりさんだった、なんてことは。そんなのは、ただの都市伝説だろう。この元露天商の男性によると、人違いで川村さんを残虐な方法で殺害、遺棄したのは、某国特務機関に所属する工作員グループだという。この工作員グループは、露天商に扮して日本へと潜伏し、情報収集活動を行っていたということで、証言者の元露天商男性はそうとは知らず、結果的に工作員によるスパイ活動を妨害することになってしまったんだ。だから、力を借りていた暴力団関係者らも、相手が悪いとばかりにさっさと手を引いてしまい、元露天商男性は命を狙われ追われることになってしまったそうだ。某国ってどこなの？この某国がどこの国かというのは明らかにされていないが、
白人や黒人だとはあえて言及していないため、まず間違いなく東アジア圏の黄色人種の国家だと思われる。なるほど。証拠もないし、この話の真偽は不明だが、もし本当だとしたら、犯人たちはその道のプロだ。手際がいいのも頷ける。そうなると、目的を果たしたら、証拠を残さずに出国している可能性が高いぜ。事件が迷宮入りしたのも納得がいくわね。猟奇的な内容と、犯行の手際の良さや冷静な緻密さのギャップが、なんとも恐ろしい事件だったわ。結局、事件の真相は、今でも謎に包まれているのね。時効は迎えてしまってはいるが、被害者や遺族のためにも、今後事件の真相が、明らかになることを祈っているぜ。本当にそうね。被害者のご冥福をお祈りします。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。